おやおやおや、ビューティーハリーショップってここのことかい？あ、魔女のおばあさん、こんにちは。せやで、ここがビューティーハリーショップや。そうかいそうかい。でも元からビューティーで美しい私には必要のない場所だね。ビューティーで美しい魔女のおばあさん。なんだいなんだい、あんたたち文句あるのかい。このまん丸お目目に高いお鼻、キュートなお口にブラックでコーディネートした完璧なお洋服。どうだい、あたしゃビューティーな美しい魔女のおばあさんだろ。そうね、お顔もお鼻もとっても素敵だけど、たまには違うファッション楽しんでみてもいいんじゃないの。春だから明るい色のお洋服を着るとか、髪型をチェンジしてみるとかな。なんだいなんだいお前たち、今の私のこのビューティーになんか文句がありそうだね。私の美しさがわからない、お前たちなんかこうだ。プリキュアたちを私の魔法の煙で閉じ込めてやったよ。私のことをビューティーじゃないなんていうやつらはこうなっちゃうのさ。みんなもせいぜい気をつけることだね。じゃあね、バイバーイ。大変や。プリキュアたちが魔女のおばあさんの不思議な煙に包まれてしまった。煙の中に閉じ込められたプリキュアたちを助け出さなくちゃ。動画を見てるみんな、俺と一緒にプリキュアたちを助けよう。まずはキュアアンジュからや。キュアアンジュ、こんなにもくもくに包まれてしまって。よし、今助けたるで。よし、キュアンジュ救出大成功や。ふぅ、不思議な煙、まるで雲の中に包まれてるような気分だった。うふ、少し楽しかったかも。お次はキュアエールや。キュアエールもこんなにもっくもく、大変や。よし、助けたるで。煙をちぎってちぎって、ふわふわちぎって、はい、元通りや。本当に不思議な煙だった。あの煙は一体何だったのかな。最後はキュアエトワールや。キュアエトワールももっくもく、煙をちぎってちぎって、よし、これで元通り。ありがとう、ハリー。うー、煙の中、嫌だったな。魔女のおばあさんが来たら、これからはファッションアドバイスには十分気をつけような。そうだね。アソブームでは、まだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。
毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。